はい、いつもありがとうございます。はい、パーソナルブレイクボーマンクロームの HDA ですね。まあ一応ジャンボになってますからね。それとトリプルスレッズ。はい、ご依頼者 KB さんですね。はい、よろしくお願いします。これでね、梱包して発送します。明日着ですね。あ、そっか、ケースに入ってますね、これね。よいしょ。3枚入り。よいしょ。あ、いきなり金だ。ファースト、ピッチャーですけど、ライアン、ペポイトさん、ドジャースですね。5-50ね、はい、わかんないですよ。ドジャースはいいですからね、育成もね。ダスティン・メイトン、初め見たとき眉毛ないこの子と思ってでピッチング見たらすげーってね。はい、彼は6フィート3、大卒か。97年生まれ、13ゲームで23イニングロングリリーフなのかな、後ろなのかな。ん、そうだよね、3回持たずに降板して防御率 1.93 なわけないもんねはい、中継ぎで抑えで先発に来ることをね、はい、マックス・シャザオって言いますね。そうなってくれるよ。はい、いいんじゃないですか。防御率もいいしね、数字は申し分ないですよ。うん、はい、金ですか、ゴールド島。もうなんだ、あ、こうなってるのか。はい、2枚目、今度は、あ、ちょっと下のカードがはい、 KC のファーストボーマンじゃないですけどセカンドですね、松瀬君。6フィート98年生まれ、こちらも大卒ですね。19年の4巡ホームラン5本、2割7分2厘多分数字がね、キャリアがこれ一つだけなのでルーキーリーグで去年やってるんでしょうね。大学の時には3割2分4厘打ってたという感じですね。42試合2割7分2厘多分ルーキーリーグの数字ですね。ね、決勝もいい若手いっぱいいますからね。はい、ピッチャーバッターで最後はまたピッチャーですけどファーストですね、ケビン・スミスさん。はい、メッツのファースト、6フィート5タッパーありますね。こちらも大卒で先発ですね。23ゲームで8勝7敗、 3.15、数字上は2年分ありそうなので、2018年にドラフトされてますね。それで2018年と19年ですね。18年は12試合ぐらい出てたのかな。うん、なのでシングル A かダブルに上がってる可能性があるかもしれないですね。あ、一応 MLB のオールスターピックになってますね。ダブル A デビューってなってます。2019年の7月。去年ダブル A でもう投げてる。で、6フィート5ですからね。うん、なくはない。はい。っていうこの3枚でした。まあ、ファーストがね、金でしたから。これまたこの箱に戻してね、お送りします。はい、トリスレですね。これラス前でした。はい、ご注文いただいたの。よいしょ。これ、あ、そっか、これに戻してまた、あ、ローダーにいるからいいですね。はい、
はい、これはもう終わっちゃいました。はい、ありがとうございます。乾杯です。もう入れませんてかもうね、アメリカの方でも高くなって入れられないっす。はい、じゃあいきます。はい、まずはリップ券ね、謝罪をね、ゴルシュミ、次からかな、ひっくり返ってるね。はい、まずはポージーがひっくり返ってる。こうやってみようか。おお、おお、ワンワンルビーだ。おお、ポージーのトリプルパッチ。うん、キャッチングフォーアベレージ、はい、キャッチングフォーライフみたいなもんですねで、LB なのでワンオフアンス。はい、ポージです。いいですね。よかった、あのプレートの方じゃなくてよかったちゃんとしたルビーのね、赤の方ですから。で、オートの方は山本さん、99シリ52番お、外75尻イエローかな、その下も色ついてます。あ、ジャナンジャナンス、外もジャナンで、マトチャプが199の87。おお、いいミニ箱でした。はい、こっちどうでしょう。なんか評価良さそうな感じですよね。ではいいんじゃないか。すぐ売れちゃいました。はい、タイカップ、ベーブルース、すごいな、ディマジオ超え、あ、イエリッチ、はいで、あ、次からか、こうやって見ましょうね。はいね、イエリッチね。あ、オンカード、あ、ウィル・スミス、ドジャースのキャッチャーで、ちょっと怪我中なのかな、戻ってない、戻ってる、ちょっと分かりませんが、はい、99シリ83番かな、ここにあります。オンカードですね。うん、まあでもかなり数字も良かったんで。はい、ジャージはブライアン・アンダーソンですね。彼もいい選手ですね。去年ちょっと苦労してましたが、まあ、あの成績上はね、全然数字上は問題ない選手。36の2番ですね。はい、マニマチャスね、75の17とヒメネスの199。こうやってね、パラレルもなんか小シリが出やすいような気がします。今まではなんかパラレルって言ってもシリアル入ってないのがあったよね、確かね。はい、ということで、3位は山本さんとウィル・スミスと若手でしたね。で、メモラのところで、はい、ポージのワンワンが来ました。今日はちょっと時間があるので、昨日はちょっと忙しかったっす。はい、大変でした。そっか、ケースはケースで、あの一緒に同梱しますね。一応ケースの中でカタカタ言っちゃうとあれなんで、スリーブとローダー入れて、ボーマンクロームの方はこれでお送りしますね。はい、で、トリスレの方はね、ワンワン出ましたからね。ルーキーの山本さんと、あとウィル・スミス。サインね。で、メモラのところで、赤ポージ。これですね。はい。ワンワン、ルビー。
はい、インナー1位とか言われてますけど、今年はもうちょっと出るのかなとかちょっと思います。ただこれがね、あのホワイトホイールって鉄板のやつじゃなくてよかった、ちゃんとしたルビーのワーバンでよかった、はい、っていう感じでした。はい、じゃあまたね、よろしくお願いします。ありがとうございました。